はい、皆さんこんにちは、ゴルフタットです。ゴルフ Vlog 練習動画ということで、最近のスイングということで、1本作ってみました。まずドライバーなんですけど、ヘッドスピードで 50m、 ボールスピードで 48m、キャリーでですね、まあ、トラックマンとかで測って250ヤードぐらいが目標なんですけど、まあ、なかなかコースでそこまでは飛ばないですね。で、打ち方的にはね、私はね、まあ、ねじったりひねったりっていうのはね、あまりしないですね。で、いわゆるシングルプレーンでハンドアップに構えて切り返しで乗ったら、あとはずっとシャフトがプレーン上動くという感じですね。はい、そしてアイアンは5番からで、まあ、5番アイアンでキャリー175ヤード、まあ、初速で55ぐらいですかね、が目標なんですけど、ね、なかなかね、ここまでは飛ばないですね、コースでは。ここ1、2年ですね、ちょっと飛ばす、ドライバーで飛ばす練習ばっかりしていて、状態がね、ちょっとこの被ってくるようになっちゃったんですね。これ見ても分かるように、もう完全にこうアウトサイドインですね。オーバーザトップですね。まあ、やっぱりね、この打ち方でね、ドローでコントロールするのはちょっと無理がありますね。まあ、かといって、フェードも私打てないんで、まあ、どうしようかなっていうので、ちょっと改善中でございますね。で、8番は135ヤードぐらいのキャリーが目標なんですけど、初速で言うとまあ48ぐらいなんですけど、これもね、なかなかコースでこんなには飛ばないですね。はい、それでこうビデオで撮ってみるとね、やっぱり外から入ってるんでね、これだとね、左に飛ばしちゃいますね。ああ、これではもう左行っちゃいますね。はい、このあたり、改善中でございます。まあ、この改善の様子もですね、Vlog でこれから上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。100ヤードは私は50度なんですけど、これがね、飛ばないんですよね。まあ、女子プロでも50度だとね、もっと100ヤード以上飛ぶんですけどね、この辺もね、なんか当て方が悪いんでしょうね。80ヤードはスイングを短くするパターンと軽く打つパターンがあると思うんですけど、まあ、私は軽く打つタイプですね。あ、でもこれを見るとね、それが下手な原因かもしれないですね。はい、そういうことでですね、ゴルフタットの最近のスイングでした。お目汚し失礼いたしました。はい、今後ですね、改善の様子をですね、この Vlog シリーズで上げていきますので、そちらもよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上になります。次の動画でお会いしましょう。さようなら。